どうも皆さんこんにちは、ランルイチャンネルのランです。ルイです。よろしくお願いします。お久しぶりです。久しぶりということで、マジ久しぶりやんな、2人でやるって。マジで久しぶりやったっけ。最近やってないよ。やってない。だってもうほんまに YouTube 個人チャンネルちゃうかなっていうような感じになってしまってルイはルイで俺は俺でやるみたいな2人のチャンネルやけど、なかなか、まあそれはしょうがないけどな。そうっす。まあ今日やるのが1年の振り返りっていうことで、 YouTube を始めてから1年が経ちました。めっちゃ早ない？だって去年俺がイタリアに行く時に行って後ぐらいにすぐ出てるから、だからもう俺がイタリアに来てからもう1年が経ってるし、もう早いなと思うわ、ほんまに。マジで早いな。この時何してたるい？あ、そっか、もうインタレ終わって。そう、引退して、はい、一旦いたもん戻ってた時やったな。実家に戻ってた時かな。ちょっとだけ家族で過ごしたよな。いや、一瞬やん、ほんまに。一瞬、ランがイタリア行く一週間ぐらいかな。うん、ぐらい。そっから会ってない？会ってるやろ、一回。会ったっけ？イタリアから帰ってきたら多分会ってるで。ちょくちょく。一日や。あ、なんかあれや。一瞬会いましたみたいな。俺が会げた時。あ、そうや。だから、あの帰ってきた一瞬じゃなかった。じゃあ俺が誕生日の時や。誕生日の前やで。じゃあ誕生日直接は多分会ってない。あ、まあでもなんか夏に会ってたの一回。その一瞬だけちゃうかな。だから全然会ってないな。確かに。で個人で YouTube やってるみたいな。そう個人でやってる。じゃあほんま一人やったらあかんわ、ほんまに喋れへん。なんで？いやでも結構俺の結構好きやけどな、ルイが一人でやってんのおもろいけどな。いやもうマジでさ、まずまあ標準語になってるとか言われるしさ。あのそれはマジで気になる。いやでもそれは多分標準語の人から聞いたら、なんていうの、関西弁に聞こえんの。だから関西の人から聞いたら、あ、なんかちょっとちゃうなってなるような感じだと思うけど。うん、お、関西弁忘れてんなって感じやん、完全に。あ、まあまずあれやん、そう、去年俺らのチャンネルの挨拶をどんな感じにするかっていうのを去年これぐらいの時期に話したらしくて。そう、去年のほんまに最初の動画、振り返りと目標みたいな話のやつかな。うん、それをちょっと視聴者さんに決めてもらおうかなっていうので、どんな挨拶がいいかっていうのがなんかあればぜひコメント欄に書いていただけると、そこから俺らで選んで2人が会った時にその挨拶ができるっていうところ。まあ、でも1人でもできる感じやったら1人でもやっていいけど。1人でも、そうやな。でもさ、今なんか決まってない中でもさ、皆さんこんにちは、ランルイのランです、ルイですみたいな、お願いしますみたいなさ、なんかもう芸人のさ漫才のもう登場する時の挨拶みたいなさ、超定番やんな。なんかもうどうもみたいな。どうも皆さん離れたわ。どうも皆さんこんにちは。なんかそんな感じになっちゃってるから、なんかちょっとね、ちょっとなんかあの挨拶ちょっと応募して、あのファンの方が意見も聞いて決めていこうかな。なんかコメントに書いてもらって、本当にリアルで撮るってなった時にやりたいな、最初な。はい、ちょっとやりたいな。だからぜひコメント欄に書いてください、それを。ぜひお願いします。ってことで振り返りをしていこうと思いますけど、どんな1年やったか。はい、どんな1年やったの。どんな1年、俺からでいいの？いいよ。どんな1年、漢字一文字で表したらもう、あ、新しいみたいな感じ、新たにみたいな、全てがみたいな。もう新しい経験も多いし、まあ新しい環境になってすごい。あとはもう早い1年、もう YouTube やって1年経つんかって思うぐらい、マジでそんなに充実した1年間やったなっていう感じかな。それは言えてるよな、ほんまに早いよな。マジで早い。もう年越すんかみたいな、もう2023年になるんだって感じやもん、ね。うん、なんか実感がまだない。俺はそうやな、なんか、まあこの1年すっげえ楽しかったなって思う。なんか、まあ、いろいろやっぱもちろんバレエにか、まあ、バレエしかしてないから実際にバレエしかやってるけど、1年間バレエの中でもちろんしんどい時もあったし、もちろん楽しいこともあったし、なんかまあ、やっぱりなんていうの、まあ、毎年そうやけど、本当にいろんなことがまたこの1年あったなっていうので、まあ、本当に人間的にも成長したし、成長してると思うし、去年のスタートがもうイタリアからやったから、まあ、
それもなんていうの、人生の、まあ、初めてというか、イタリアからこう1年が始まって、で日本に帰ってっていう流れで、まあ、すっごいなんかイタリアでやった後の日本に戻る時のなんていうのかな、成長した感っていうなんか自信とかすごいあったから、海外とかでこうプレーするってまたそういうのも感じれるんかなっていう、また新しい発見もあったし、でそれでまた代表もシーズン通してやって、いろんなところでやっぱレベルアップしていったなっていうのが、でまた今回こうイタリアでまたシーズン通してやれるっていうところで、いろんな方のまあ支えがあったなっていうのもあるし、いろんな人とまたなんていうのかな、つながったし、すごい出会いもあったし、そう、まあ、この1年いろいろまた自分の中で人生が大きく動いたなって思うな。人生が大きく動いた、大きく動く、大きく動くっていうか、なんていうの、こう、まあ、もう常になんか、なんていうのか、もうブワーンってこういってる感じ、ずっとうわーって、上に上がっていってる感じ、上に上がって、まあ、それはもうこっちから見ててもそう感じるな。なんかもう自信ついてるよな、めっちゃ。まあそうなんかな、自信ついてる、分からへん。自信ないときある？あるある、そんなんあるある、あるよ。でもなんかあるある、全然ある、そんなん試合でうまくいかへんときとかもう自信なくなるし、ちょっとなんかいいリズムが続かへんときとかマジで自信なくなるけど、まあでもなんか一つそう、なんやろな、考え方というか、ある意味そう考えるけど考えなくなったね。なんかいろんなことにこう興味持ったりして考えたりもするんやけど、でもなんかこう、まあ、もうなんとかなるやろとか、なんてあんまり周りの目とかそういうのを気にしなくなったから、なんていうの、もうなんか自分のっていう、自分のために頑張るみたいな、なんていうの、そういう感じになったかな。まあいい意味であんまり考えすぎひんみたいな。そう、確かにそれは大事よな、一周回って、うん、そうなんか考えすぎても結局答えってなかったりするから、考えれば考えるほどこう、なんていうの、しんどくなる、どんどん。いやそれはわかる、めっちゃわかる。だからもうええやと思ってそんな感じになった、なんとかなれるわみたいな、やれるやろみたいな、やれるみたいな、やるときやるしみたいな、こういうまあなんていうの、ポジティブ的なマインドでやる。でも確かにそうやな、あかん、なんかできひんっていうか、まあそのプレーの調子とかがあんまり良くないです、その時にやっぱ考えてしまう。いい時って そんな別に何も考えへん、あ、何も考えてへん、あんまり、うん、その悪い時に考えすぎたらやっぱりどんどん落ち込んでいくな。ほんまに、そう。なんかでも、その、最近落ち込むってことがなくなって、俺の中で。なんでやろうって考えてる。さっき落ち込む言うてて。そう、あ、落ち込む、あの、考えるって。いや、考えるよ。考えるけど、その考えなくなった理由、落ち込みすぎなくなった理由として、もうすぐ切り替える理由としては、やっぱりなんか、自分に過信しすぎひんようになった。ああ、もう自分はこれぐらいできんのにっていう、あれを高く持たへん。みたいなこと。そう、まあ、もともと俺謙虚な気持ちっていうか、それはめっちゃ大事にしてたけど、なんかやっぱりこう、うん、うまくいってる時って結構自分に過信しすぎてしまって、うん、それがやっぱりそううまくいかへんかった時のダメージってめっちゃでかいかな、かなり。だからそううまくいってる時でも、なんていうの、自分にこう過信しすぎずに、やっぱりこうもちろん自分って自信になったり、それはすごいプラスになることだけど、こううまくいかんかった時、やっぱり自分はまだこれぐらいのレベルやとか、もっともっと伸びしろがある考え方に変えていった方が、こうなんか切り替えも早くできるし、気持ちとしてもすごい楽やなって思ったから、自分にやっぱり過信しすぎだから、そのしんどくて落ち込んでしまうってめっちゃ過信してるから、自分に対して。なるほどな、その、うん、ボルテージなんていうの、やる気っていうか、その、うんうん、自分が思ってるこの位置が高すぎるんやろな、それに対してこの幅がここやったら落ち込む度合いも大きくなるみたいな。自信持つのはすごい大事だけど、過信と自信はまた違うなっていうのはこう1年通してまた思った。あー、なるほどね、なんか大人になったないろいろこう考えたり経験してきた結果、やっぱそういう考えになる。それが一番、なんて言うの、それが一番楽かもしれない。絶対誰にでもいい時と悪い時ってあるから、うまくいかん時とかって、もちろんスポーツやったら、そんな毎回ベストパフォーマンス出せるわけでもないから、その中でうまくこう切り替えられるっていうのはすごい大事やなっていうのはもう改めて感じた。すごいな。だってもう試合も出場しまくって活躍しまくってっていう、どう？だこの間、去年はそのシーズン途中からやったやんか。今年は最初から行ってどうなん？いやもう、なんてやろな。やっぱり最初ほんまになんか、もちろん日本から来たっていうところで身長も低いし、
結構なやっぱ、うん、下に見られてるとかじゃないけど、まあ、評価的にはそんなに高くないところからスタートするんよ、感覚的に。でもなんて言うのな、それが俺は結構覚えた、まあ、その日本人選手ってやっぱヨーロッパの選手からしてもやっぱりそこまで、うんうん、相手にされてないというか、うん、そんなになんか高い評価では なんかない感じがするんよ。やっぱりもう他そのいやそれは分からんで、そのヨーロッパの選手もプライドも高いし自信もすごく持ってるし、うん、そういうところであるけど、でも俺はなんかそこがやたらと燃えて、この最初のシーズンの最初のスタートから小さいんやけど、やっぱ世界から見ると身長的に、でもやっぱそれでも戦える、それでやっぱ2メーターって選手とかにこう上回ってプレーしてれば、うん、それもうなんてやろうな、まあ、なんかいいよね、気持ちいいよね気持ちいいなそのそういう感覚的にはどうな、そういう感じで最初あの日本人はみたいな感じの雰囲気を感じてて燃えながらやってきて実際どうな、いい感じに進んでる、いやめちゃめちゃそうや、もちろんいい感じに進んでるし、うん、まあ、こういう身長でも戦えるってところは、まあ、証明していきたいなってのもあるし、常に高いというか、まあ、世界各国から集まってるからイタリアも本当にそういう選手と対決するので、うん、まあ、すごいなんていうの、高さとかそういう技術とかこう間近で体験できるからこそすごいな、投資的にもめっちゃ燃えてくるな、なるほどな。俺はさ日本の、まあ、バレエしか知らんやんか、うん、で、まあ、日本人ってなんていうかそのもうど、まあ、東山みたいなさ泥臭くつないで、うん、なんか全員で1点取りましょうみたいな感じで、うん、まあ、やっぱ海外の人は高さとかパワーでねじ伏せるみたいな印象はあるけど、実際に自分がさそれでイタリアでさプレーしてみて、うん、その感覚は どうなん、まあ、やっぱりでも、まあ、それは間違いなくあると思う。やっぱりその あるんや絶対的なオポジットとか、うんうん、高さがあるエース級がいたら正直細かいバレーをしなくても、まあ、得点は取れるやろなっていうところはもちろん、うん、もう日本って本当に、まあ、やっぱ高さがない分もうパスの精度であったりとか攻撃の精度ってかなり求められる、求めないとやっぱりこのトップチームに立っていけないっていうのはあるけど、会議が的にちょっとまあそこがおろそかになってもやっぱり2メートル級のオポジットいたらやっぱそこがもう決まるし、いう時そこに行ってやっぱ決めてもらうとかそういうスタイルもあるし、あとはやっぱサーブのパワーで、まあ、もうサーブゲーになったりもするから最終、サーブで崩されて高いブロックでタッチ取られて切り返されて決められるとか、まあ、そうなってくる、まあ、結構まあパワーゲーやなって思うところもやっぱ海外はあるな、やっててあるんや。じゃあそのやっぱ精度、まあ精度も大事やけど、まあそれよりかはやっぱりパワーとかやっぱりその部分も日本とは違う部分みたいな感じ。だからもう日本人の精度ってマジですもうめっちゃ認められてると思う、まあ、俺もプレイしてるし今ゆうきさん、うん、石川さんもプレイしてるから、もうその日本人の今のこの海外からの評価というかイメージっていうのはすごい上がってると思う。それはやっぱりパスの部分とかそういうその部分もそうやし、なんてやろ、スマートな部分というか、まあもちろんなんてやろ、パフォーマンスの部分もやっぱり、まあ今フェイクセットとかも日本も結構もう主で取り入れてやってるやん、フェイクセットとか。で、瞬間的な判断とか、あとなんかやっぱり海外の選手に比べて日本人の選手ってフォームが綺麗やったりとか、なんてやろな、やっぱりちょっと違ったりするよね、海外のスタッフと。だそういうところもなんかやっぱりレアとして見られるし、すごい今は海外からの評価っていうのがすごい上がってるなっていうのはあると思う。確かに日本のバレエもすごい海外の人が、うん、あのすごい見てくれてたりとか、まあ、自分らのチャンネルもそうやけど、うん、コメントですごい海外の人多かったりするから、そういった意味の海外の注目度みたいなのが上がってるかもしれんな、日本のバレエ全体的に。あ、そうやな、まあなんか海外来てて思うのはやっぱ配球の影響力ってすごいんやなと思う。ああそうなんや、まあ、日本のアニメ言われるの。そうそう、日本のアニメがまあ人気やけど、こう配球の漫画とか持ってきてそこにサインしてくれとか言われることもある、試合終わりに。その配球に欄が出てるわけじゃないのに。そうそう、出てるわけじゃないけど、まあ、なんかやっぱ日本のバレースタイルっていうのが配球とやっぱこうなんてマッチする部分がある。あ、確かに俺も結構言われる、配球からなんかバレー好きになりましたとか結構言われることあったりするもんな。すごいと思う、ほんまにそういう影響って。ほんま、何してんの、日本に住んでたら何してんの。何してんの。いやもう、なんやろな、とりあえず忙しいな。忙しいっていうか、ありがたいことに
てか基本オフ脱毛行ってない。オフだって脱毛月1で行ってるしな。そうなんよ。オフシーズンだからがっつりオフあった時は、まあ、家帰ったりユニバ行ったり、まあ、大体健診と遊んでたから。彼女はいず、彼女はいなく、いず全然おらん。そんなで何だろう、オフ何してるやろ。いやでも服かな、服買いに行ってるかも。結構なんか見に行ったり。大阪やったら何、震災橋とか。いや近場でエキスポとか。あーエキスポね。エキスポあるじゃん。いやさマジでさ、私服ないやん。ランも私服ないやん。私服ない、私服ない。これって言ったさ、なんかこだわりも別にないやん。ないないない、あんまりない。さ今までさ、もうなんていうの、もう もうこれでいいやみたいな。ジーパンになんかみたいな。そう、え、そっちで買った逆に服。買うつもりないねんな、別に。なんで帰るとき荷物になる。ああ。しかもこっちで冬服買うやん。冬服を買うやん、うん、冬に、うん。冬服買うやん。で、日本持って帰るやん。夏やねん。そうやな。おめでとう、おうといたらいいやん。まあ、おうといたらいいんやけどさ。おうといたらいいんやけど。まあまあ、まあ別にでもか。なんか見に行ったりせえへんの。あ、するする。昨日も行ってたで。一人で。昨日はそう、一人で、そう、夜はご飯行ったけど、みんなと。そう、それまでにパンケーキ食べてた。で、パンケーキ食べてて、なんかアンリから連絡来て、なんかアンリがジム行ってたとか言って、来て。うん。で、うん、パンケーキの写真送っといた。え、そのパンケーキも一人で行った？パンケーキは一人で行った。俺カフェ一人で行くんすけど。あ、友達はいるぞ。友達はいるで。悲しい。それとアンリに言われた。一人で食べてるって考えると、もう悲しいなる。なんかもう泣けてくる。ちゃんと俺イタリア語で言うとき注文してるから。決まってんじゃろ、言うこと。あ、決まってる。決まってで、イタリア語でオーダーするんやけど、帰ってきたらイタリア語分からへん。だからもうあれやろ、行きつけのとこに行ってるっていう感じやろ。めっちゃ、そこのパンケーキめっちゃ美味しいね。それはさ、パンケーキもさ、うん、なんていうの、日本とまた違う感じなの。どうなんや、日本で俺パンケーキなんか食わへんからさ。俺が好きな味。そう、じゃあさ、もうルイはもう完全に甘党やん。なんでも食うやん、スイーツ大好きやん、うん、俺あんま食わへんやん。食わへんな。そう、俺ほんま食わへんねん。だからイタリア来ても俺全然その、なんていうのな、甘いもんとかの食欲がないねん。食べたいと思わへんですね。だから健康やん。カルボナーラばっかり。カルボナーラはオフの日に食う。え、じゃあ普段は？え、普段はもうちゃんと米炊いてんで。米炊いて、え、ちゃんと食べてんの？もうほんまに心配。え、だって全部自分であれやろ。全部自分で作るよ。ちゃんと食べてんの？ちゃんとやってんねん、しっかり。ほんまに、ちゃんとブロッコリー湯がいて、トマト切って、人参湯がいて、チキン焼くか、茹でるかして、ご飯3合炊いて。俺2合半ぐらい食うから、マジで。え、晩ご飯で？晩ご飯、そう。ちょっと食いすぎやん。あ、それで、でもそれぐらい食わな、体重減んねん。え、朝、昼もご飯食べて。朝はそう、その3個炊いた分残りをラップして朝チンして食べて、昼はな、まあご飯、そのウェイトした後とかはしっかりチキン食べるけど、基本昼は好きなもん食う。昼は好きなもん。昼も作ってんの？昼も作る。まあそのチームメイトと、なんていうの、お店行ったりもするけど、まあ基本作るかな。めんどくさいってならへんの？まあもうなんか慣れたかな。めんどくさい。最初は、まあ、飯作るのめんどくせえと思ったけど、なんかもう慣れてきたな。慣れるんや。慣れる。まあなんか楽しなってくる。あと、僕の日とかこう自分で考えて作ると。料理の腕上がってんじゃん。え、マジカルボナーラ帰ったら食わしてあげるわ。マジでうまいで。え、マジで食わしてほしい。お、マジでもう、ほんまに飛ぶ。うますぎる。飛ぶ。マジで、うん、俺なんてほんまにマジ何もできんからな。何？え、そっちはあれ、量で出てくるやん。もう、甘え切ってる。だって大学の時もバイキングのご飯あったし、ああ、そっか。で、サントリー来てからも朝昼晩全部、管理されたご飯を出していただいてるもん。毎食でさ、まあ、オフの日はないんやけど、オフの日ぐらいやったら食べて、全然外食べに行くやんか。ああ。ほんまにやばい、卵焼きしかできん。毎日何？ウイスキー？プレモル？アスリートやった。量でプレモル出てこないんだ。なんかもう蛇口ひねったら出てくるみたいな感覚じゃない、さすがに。あ、違うんか。
ユニバー年パス買ったんじゃん。ちょ、年パス買ったからさ、マジで行こう。行こう。でもなんかもう3回か4回ぐらい行ってんけど、もう結構満足してる。あー、年パスみたいな。いや、でも全然行くで。あの、リリが、あの、マジでさ、年パス買ってなとかって言ってくんねんか。うん、リリいらんやろ。年パス買うほど行けへんやないか。でもなんか欲しいらしい。欲しいだけやん。買うかはどうかは知らんけど、まあとりあえずそれもリリも受験合格したから行こうって言ってて、俺帰るまでだって。だからまたじゃあそれも行く。俺いつでも入れるから、もうマジで任して、もうどこに何があるか全部覚えてる。帰ったらユニバ企画やろう。やろう、マジやろう。ユニバ企画、何のコラボしたい？コラボじゃ企画したい。コラボもしたいし、企画なんやろな、シンプルにそのカルボナーラ企画にしたいけどな、それ食べたい。ああ、なるほどね。おいくらでもし、振る舞ってほしい。いいよいいよ、カルボナーラ作ってあげるわ。それすごい食べたい。あとは、なんかしたいとかあんの？え、俺カラオケしたいもん。カラオケしたい。歌いたい。歌うの好きやから、いつも。弾き語りしたらいいや。弾き語りね、弾き語りちょっと難しいんで。やっぱりこうギター弾くときに下向くからこう喉つまんねん、声が出へん。え、そっちにあるんやんな、ギターやってんの？あるけどまだ取りに行ってない。なんか最近弾いてるなんか感じせえへんわ。うん、まあでも弾けんで、感覚残ってるからちゃんと。忘れてるんじゃん。いや、多分いける。じゃあ俺もピアノやりたいんだけどな。ピアノ弾いてへんやろ全然。ピアノ弾かへんかったら無理じゃない？え、もう無理、多分思い出せん。コラボは誰としたい？したら誰としたい？誰としたい？平成フラミンゴさん。もうそんなん最高やん。ありがたすぎるやん。でもあれな、バレー元バレー部やんな。あ、なんかあれ一回見たことあるで、 YouTube なんかバレーボールあるあるみたいな。バレーボール、そんなやつあった？え、なんかやってたで。 TikTok かわからない、なんかで見た。え、じゃあなんか4人で対人してみたみたいな。でも今あれやってるやん、スカイピースが、スカイピースさんが2チームに分かれてる。ああ、今やってはるな。あれ見てんだけど、ベアーズさんに潜入みたいな。そうそうそう、教えてもらったみたいな。あれ面白いよな。あれもあれやんな、配球からなんかやろうと思いましたみたいな。あ、読んでってこと、見てってこと。多分そうやったと思うね。だってでもなかなかみんなうまいもんな、見てたら。普通に、え、めっちゃうまい。え、びっくりした。あんな最初できひんがるもん。できひんできひん。うん、普通に、まあ、運動神経いいやろなと思うわ、やっぱ見てて。うん、すごいな、びっくりした、すごいなって思ったけど。でもそんなん、あのこの間いつやったかな、結構前に家で、俺らがちっちゃい時の始めたての時のプレーのやつ久々に、ランも見たっけ？一緒に見てないの？ちっちゃいやつ見てない、見てない。この間チラッと見たけど、あれやな、普通に動いてんな、すごいな。やってた？いや、ラン普通に走り回ってる。マジ？全然興味ない。いや、だってさ、たまにさ、小学生教えたりとかさ、まあなんかするやんか。だからそういう子たちと比べたら、だって普通にさ、最初横からサーブなんて打ったことないやん。あ、ないな、下から打ったことないもんな。こうやろ、なんかその時はさ、別になんかまあまだ全然できひんわと思ってたけど、うん、今改めてその時の映像を見たらもう普通にできてんなって。だって俺多分さ、小2で初めてさ、ほんまに小3とか小2でさ、俺あの回転サーブ覚えてる、カーブかけるやつ。じゃあ覚えてる。あれやってるやん。あれやってる人もうおらんけどな。でもそれ考えたら今私小学校2年生とかやってるからな。小学校の時やな、あの時、俺の時一番最初もうチームが弱すぎて、全部1回で返せって言われて、全部1回で返したの覚えてるわ。あったな、ダランはまだやってへんかったかな。多分やってへんと思う。でもあったよな、そういうの。うん、なんか全然勝てへんかったよ、小学校の時は。うん、まあ、でもなんかそれが今に生きてるよな。なんかその、うん、買ってへんかったからこそ。だからまた真面目な話になる。じゃあほんまバレーの話したらあかんわ。なんか一気にバレーボーラー感が出る。バレーボーラー、アスリート思考になってます。うん、赤、なんかバレーボールとはみたいな話になるからよくない。好きなイメージなんですか？好きな？
好きな有名人、有名人。有名人？好きな芸人さんとかいる？芸人さんはもう霜降り明星。ああ。霜降りチューブ大好き。もう二人とも面白い。ああ、粗品さん。あ、霜降り。仲良い。霜降りさんね。俺誰やろな。ジャルジャルとか好きかな。ジャルジャルさん。面白いと。でもそんな見に行ったことあった？あるよ、あるよ。え、行ってたやん、子供の頃。ちっちゃい頃、よく。最近は行ってないな。新喜劇も見に行きたいな、漫才。あ、確かに。うまいな。YouTuber やったら、ガードマンチャンネル一択やもんな、俺らは。ガードマンチャンネル行ってるな。一押し。ガードマン、会ってみたいな。いや、もう恐れ多いわ、もう。恐れ多いな。すごすぎるもん、喋りが。もう、マジ面白いな。マジ面白い。いや、最初はさ、まあ、見たはる視聴者の人やったらわかるけどさ、もう壊す系の人らやんか。外系 YouTuber だ。だから、その、何を壊すかが最初面白いなって思ってたけど、もう今、そうじゃないもんな。そうじゃないな。すごいよ。あの、MI 君との絡みが面白い。ああ。いや、山ちゃんがお寺に塩行ったのおもろいけどな。マジでよ。ほんまにおもろい。言ってたんとか言って。全部身内の名前やけどとか言って。めっちゃおもろい。面白い。だってあの、MI 君のナスティードッグのパーカー持ってる。俺も1個持ってる、パーカー。1個買ったもん。俺あれ言ってるけど、初回のやつ買ってるから。一番最初のスティードッグ出た時のやつ買ってるから。それ、なかなかレアじゃん。超レア。超レアやと思う。やっぱ最近 YouTube が多いよな。YouTube よく見るよな。なんかもうテレビより YouTube 見るんちゃうかっていうぐらい YouTube 見るから。YouTube やな。見るな。だから最近、それこそほんまに YouTube 会場とかで、あのファンの人が YouTube 見てますとか言ってくれはること結構増えた。そうやもん。だって今も。テレビでこの YouTube 流せたりもするから、まあ、簡単に見れるよね、もう YouTube で、いろんなものが。え、ランも言われへん。海外の人とかでも結構言われる。海外の人、まあ、海外の人、そんなにこう、ファン対応してる時も、そんな深く喋る時はないから。あ、でも、そうやね。そんなにも YouTube 気にして言われたことはないかな。俺結構言われる。言われる？とか、あの、コラボ、翔やんさんのコラボの動画見ましたとか、すごい結構言われるな。うん、そうやっぱコラボかわいかったですか。コラボしていくとやっぱコラボの相手の視聴者さんとかがやっぱりこっちを知ってくれたりとかもするから、それでなバレエとかつながっていったらまたそれも嬉しいよ。そうな、バレエを知ってもらう。そうそうそう、な一番すごい便利な便利便利な世の中になってますね最近は。でもこのチャンネルも視聴者の方なんか半分ぐらいは登録まだしてくれてないみたいな、うん、データが出てるってさっき、はい、ぜひ登録してください。ぜひ来年の目標どうする。 YouTube の YouTube の目標とか去年の動画で言ってた。どう言ってんじゃん。10万人とかまず言ってんじゃん。言ってたと思うで。音楽最近何聞いてる。え、もうゆうりさん、あのクリスマスイブ、うん、今なサントリーのな試合前じゃない、練習前とか練習のあのアップの時とか音楽流すねんか、スピーカーで。うん、でそれはまあ1年目の仕事で流してるんやけど、うん、今もあのクリスマスシーズンやからクリスマスの曲をバックナンバーいっぱい入れてる。ああそうやな。俺ももう寂しいけど一人でクリスマスソング聴いてんもんな部屋で。なんかもう寂しい。アリアナ・グランデとかサンタ・テルミンとかめっちゃ聴いてんもん。ああ今日流したわそれ。なんか英語わかるようになってきたから、ちょっとなんかその翻訳してこう聴いてたら、あ、なんかちょっと悲しくなるなと思ってたの、クリスマス。あ、もう聞いてて何言ってるかは大体分かってきたってこと。分かる部分はな、分かる部分の方が多いけど、分かる部分は分かるから。そうそう、なんかまあ悲しい曲やなとか嬉しい曲やなとか、そんなんは分かる。そう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 、分かる部分。でもなんかこの英語のこの歌詞とかってさ、こうちゃんとこう単語が分かれてたりもするから、次の部分、うん、分かれて、うん、こう歌に合わせてるからさ、こう単語分かれてたりするからさ、うん、でもだから難しい時はめちゃめちゃある。でもなんかそれだけでも勉強になるなと思って。うん、確かに。それでクリスマスソングを聴いて勉強した。クリスマスでもいいやん、そっちクリスマスに年末年始俺置いてかれるけど。いやマジで数こう海外で過ごすとかまあもうないよな、この年末年始を。ないんちゃう。
だからそれであれ嬉しいってツイートしてたの。そう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 。なんか俺それ普通に何も考えずにこう、わあ、過去一こう楽しくなるわーってこう思ってツイートしたら、なんか匂わせみたいになって。いや、だから、だって俺それ、な、あの、なんで、え、なんでなんですかみたいな。そうそうそう、え、なんか楽しい彼女さんできたんですかとか言われて、いや違う違う違う、あ、まあ、そうそうそう思うやん。ちょっとそれだけなんやけど、そう俺びっくりした。あ、そっか、こうなってまうか、こうなるやん。ちょっと学んだわ。だからあの行くからあの楽しみにしてんじゃなと思って。うん。いや、でなんかこの間、まあこの動画出る頃にはもうお父さんお母さん妹が行ってるかもしれんけど、この間家帰った時に、なら、あの、この時電話したっけ？電話してたっけ？してたしてた。あの準備をなしたはったやんか、イタリアに行くな。結構ちゃんとちゃんとやった、準備しててな、何の荷物、妹の荷物で、なんかまあみんなの荷物みたいな感じでやってはって、あのお父さんに、あのお母さんが自分の荷物なんかある程度用意しといて、ここにまとめてみたいな感じで お父さんが持ってきたらしいんだな。あのキャリーの横に。おもろい。それがな、それが靴下2つとパンツ2つとジーパン1本やってんか。バックパックやん、もうバックパックは。おいおい、こうやってイタリア行くねん。マジ爆笑。でもなんかもうそれしかなかったよ。おとんはなんかこっちに来てから俺の持って帰ってほしい服を着て持って帰るらしい。マジで、ほんまにもうマジで爆笑した。やばいよ、海外旅行行くのパンツと靴下とジーパン1本。いや、上裸で行くの。そうだよ。でもなんか、なんだ。なんか前さ、足首が痛いって話聞いた。言ってた。じゃあね、その時にちょうど帰ってた。あ、そっかそっかそっか。それもだってだから、まあ久々に帰って、まあそのオフ1日の時のほんまに数時間だけやったから、そのたまにしやから、そのなんていうの、普段おらんやん、うん、だからなんか、まあ、おかえりみたいな、お帰ってきてたんか、うん、帰ってくるって言ってなかったから、お帰ってきてたんかとかなるんかなって思ったら、帰ってきた瞬間なんか、あの帰ってきたっていうか、もう帰ってき方がなんかもう歩けてへんかっていうか。優勝やん。なんかもう足引きずって、もう捻挫しましたみたいな感じでさ、足引きずって帰ってきたからさ、もうなんか俺が帰ってきたっていうよりもさ、妹とリリとお母さんで、え、もうみたいな大丈夫みたいな感じになって、なんか普通に心配してたんやんか、まあ、ちょっとなんか触ったら熱も持ってたから、え、なん明日仕事行けんのみたいな感じになってて、なんかせっかくルイ帰ってきてんのに、なんかまた最悪やわみたいな感じになってたんやんか。ほんでそれでバイバイして、次の日どうなん、大丈夫なって聞いたら、なんか寝たら治ったわって。おい、タイミング悪すぎやろって。俺結局帰ってたのにさ。おもろい。なんかそれもでも原因あれらしいで、あの俺がさ、日曜日に試合があるから、その月曜日のさ、まあ、明日とかやんか、あの向こうそっち日本からしたら3時とかの話になるやん。でそれをおとんが起きて、まあおかんと見てたらしくて、で、まあ、その試合終わって、もう一回こう寝に1階に降りるときに、階段でなんかすごい音したらしくて、グドンとか言って、で多分おとんはでも眠すぎて多分それ覚えてへんぐらいだと思ってその時に、でもさ、その時にひねってて、仮に次の日痛くなりました、でその次の2日後に治るっておかしいよ。おかしいよ。まあでもなんかひねってたんやろ。もう取り過ぎなんちゃうか言うてて、1年間こんなもんすよね。1年間おとんの話で締めくくる。こんなもんで、まあ、まとまらへんけど、まあまあまあ、一番はまあ無事で1年過ごせたのが一番いいんじゃないですか。何もなく、怪我もなく、病気もなく。怪我なく、いや、俺、怪我から始まった1年やったけど。まあでもよかったやん、それで今、バレエ、もう一回復活できてるし、こっから。いや、もうそれはほんまにありがたいな。体、やっぱり、怪我したら、やっぱりどんなすごい選手でも、一気にできひんくなっちゃうから。ランはどうなの、怪我は大丈夫、膝とか。俺は何もない。まあ膝はちょっとまあ気をつけてやってるけど、まあでもそんなにこう
バレができひんってことだってないし、全然それ以外は超元気いい感じ。お肌の調子もよく年取っていくんかなと思うぐらい。何やねんそれ。いやもうなんかこういつまでも動けそうやもんこれ。ほんまに動ける、いけそう、いけそう、いけそう、ガチで。でもそのイタリアのリーグとか結構年齢層は高めやもんな。まあ高いな。俺のチームは若い方やけどな、まだ。まあその若い選手もいれば30超えてる35歳、6歳とか選手もいる。ヒッターの選手が36歳や。すごい。すごい。でも 36? すごい。しかも周り以上違うもん。子供も2人いて、もう。で、その選手は日本語ちょっと勉強してて、めっちゃ面白い。ラン元気って言うけど。元気とお疲れでした。元気とお疲れな。俺もあの中国人のワンちゃんに日本語を教えてる。ああ、もう日本語は難しいやろな。難しい。大丈夫、大丈夫、大丈夫ばっかり。いいよな。まあ、そうやってなんか世界の友達が増えていくっていうのもまたいいよな。すごい。もう世界の方がイタリアでもだいぶあれちゃうの。まあ、ファンの人もそうやけど。今回だけでベルギーやろ、ブルガリアやろ、セルビアやろ、ドイツ、また友達になったし、で、他イタリア人の喋れてんの、うん、いや、まだ分からんことなんか多いよ。でも、こう、なんていうの、まあ、だいぶこう、分かってきたりとか、喋るようにはなってるな、喋れるようには。そんな好きなんのことやさ、なんか全然分からへんこと喋られてても、なんか、あ、オッケーとか言ってて。あ、そうそう、たまに流すときあるんで、全く分からんときに流すときに流すとき絶対やってるやろな。ノリで行く、ノリで行く。絶対やってるやろなと思ってるな。今喋りたくない時とかもう適当にオッケーオッケーで。まず聞かない。ということで、はい、1年の振り返りさせてもらいましたけど、で今 YouTube の登録者数が、13万6千人ぐらいの方が、登録してもらって、まあ、本当に、まあ、1年間まずはありがとうございますというところで、ありがとうございます、はい、これからもまたいろいろと動画も上げていきたいなと思います。引き続きチャンネルを楽しんでもらえればなと思いますので、引き続きよろしくお願いしますということで、まあ、来年の目標ということで、俺は来年の目標、まあ、何も特に変わらず、まあ、バレーボールとしてはもうひたすら強くなるというところを目標にして、トップを目指して、トップというか、まあ、強くなることを目指して頑張っていきたいなと思いますし、いろいろこう YouTube とかバレーボールとかその他のことも、まあ、全力でもう人生楽しんでまた1年頑張りたいなと思います。え、もう同じこと言おうとしてた。以下同文で楽しんでって、もう以下同文、マジで楽しむ。なんていうんやろ、まあバレーボール10年以上もうやってきて、まあこうやって今 V リーグでやらせてもらってて、まあ、なかなか厳しいというか、やっぱレベルも高い、自分の中でレベルも高いし、まあランナーってもっと上のレベルでやってるけど、まあ本当に何やろな、バレーを楽しむ、なんていうやろ、やっぱり本気でやってるからやっぱ楽しめへん時もあるし、まあ辛い時やらしんどい時、まあ、試合に出れへん時にまあ悔しかったりとかっていうのもあるけど、まあ、楽しんでなんかもっとやりたいなって、なんていうの、2022年はもう環境が変わってもうそれについていくので精一杯やったけど、はいはい、2023年はもうそれをもっと楽しんで頑張っていけたら一番いいかなって思ってるかな。なるほど、まあ、またお互いこう1年また成長できるように頑張りましょうということで、また引き続き来年2023年もよろしくお願いしますっていうところで、今年一番の最後の笑顔で終わりましょう。はい、それでは皆さん良いお年をということで、お年を良いお年をで行こうってすんの。それでいいか、良いお年を。いや笑ってた笑ってた。では、今年一番の、最高の笑顔で、今年終わりたいと思います。はい、それでは、良いお年を。良いお年を。せーの。せーの。おかしい。